어서 오세요. 우주 국제인 50대 이번에 선수마를 지금 이따시마스. 근데 이기나리 가입이 마시다 けど 예. 今日ですね ちょっと取らせていただいてるのが まあ変わった取り方ですけど あんま意味ない意味はないんですけどね先ほどまでコーヒー屋さん行ってたんですよね。豆買いに。で、豆がなくなって、まあスペシャリティコーヒーとかいろいろ探してるんですけれども、ちょっといろんな店行って探してたんですよね。それでですね、ある店に行って、ちょっとまあ貴重な経験しましたね。で、まあ今後の仕事をする上では多分プラスになるとは思うんですけど、 まずですね、入っていらっしゃいませとは言ってくれたんですよ。で、いらっしゃいませっていうことは言ってくれたんですけれども、その時の店員さんの顔がですよ、顔。いや、自分でチェックしてやらないとダメなんですけど、こんな感じだったんですよ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。なんかですね、 覇気がない顔してたんですよね。正直いきなり私もテンションガタッと落ちまして、で、やっぱり第一声、本当に必要ですよね。で、私スーパーとか百貨店とか、まあスーパーでも百貨店ですよね。百貨店とか行った時に、いらっしゃいませって言われるじゃないですか。あれ鬱陶しくて、なければいいのにと思ってたんですよ。あと、そのちっちゃい店行く時も、 必ず声かけられるじゃないですか。いらっしゃいませって。だから買わざるを得ないのはこれとか思って、嫌だな、声かけとか思ってたんですけれども、実際ですね、その声かけって本当に重要だなっていうのを気づきますね。やっぱり入って無視されてたら、当然買う気失せますし、かといって、いらっしゃいませって言った時に、こうやって、いらっしゃいませ。で、その人多分、元からそういう作りだと思うんですけど、なんか明るくないんですよね。 で、そういう声掛けされた時に、こっちのテンションも本当に下がって、まあ結果的にはですね、話だけして買わなかったんですよね。なんか、買う気起きなかったんですよ。それで、こういう顔、こういうですね。こういう顔する方ですけど、まあ体調悪かったのかもしれないんですけれども、豆の話とかしてる時も教えてくださいっていうスタンスで、これはこうですから、こうなってますねっていう、こういう、 感じだったんですよ。だから、また、ちょっと勉強してきますってことで、私、まあ逃げたんですけど、やっぱ買う気失せましたね。それで、あともう一つ思ったのが、もう一店舗行った時に、店員さんが、これ系だったんですよ。いらっしゃいませ。で、ここまで太ってないですよ。最近自分太ってるんでやばいんですけど、ちょっと太り気味で、お腹が出てて、いらっしゃいませって言われたんですよ。これも、私思いました。 食べ物屋さんだったらいいですよね。パン屋さんだとか、ステーキだとか、お肉とか、そういったところはすごくいいんですけれども、コーヒー屋さんで、こう、太った人、ダメですね。だから私ちょっと、ダイエットしようと思ったんですよね。ダイエットしないと、ちょっとですね、これも購買意欲をそがれますね。私、結局そこでは、豆買いましたよ、結果的には。 豆買ったんですけれども、なんというかな、やっぱりいい気はしないですね。コーヒー豆屋さんっていうのはどっちかって言ったらスラッとしてて、で、流暢に話して、で、爽やかな印象が欲しいんですよね。で、例えば今みたいに、ちょっとこれ、ヒゲ伸ばしてる途中で、2日目でもうこんなに伸びてるんですけれども、で、こういう状況の人間が話しても嫌ですし、不潔ですしね。 ですからやっぱりコーヒーをやるうえでは、豆を売るうえでは、やっぱりこの清潔感っていうのはすごい必要だなと思います。今、紙セットしてないんですけど、紙セットして、それこそ、これ染めてもいいですよね。そういうことをやったりして、清潔感とか若々しさを出してやらないと、実際自分が店に立った時に、売り上げって結構左右されるんじゃないかなと思いましたね。で、豆の、 そのものの良さで勝負するっていう店も結構ありますよね。スペシャルティーコーヒーしか置きませんとか、で、そういう店いっぱいあるんですけど、で、やっぱり潰れてますよね。で、福岡の某店も、やっぱり潰れたりしてるので、ですから、こういう特にコロナ禍で苦しい状況では、やっぱり特化したものって販売っていうのよりもは幅広くやる
商売の仕方がいいんだなっていうことも学びました。それでやっぱりネットですね、通販、ネット通販をしない限りは店がやっていけない時代に入ってきたなと、そういうふうに思います。特にこの YouTube なんかは、まあ、私コーヒーの YouTube やってるわけじゃないんですけれども、今までコーヒー関係の YouTube 少なかったんですけれども、ここ 1,2 年で見てください、めちゃめちゃ増えてますからね。ですからやっぱりどん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 こう、インターネットを通してコーヒー豆を売ろう売ろうっていう人が増えてきているので、かなりこれから私もその苦戦するでしょうね。実際店舗でやりますからね、かなり苦戦すると思うんですけれども、そういった意味でも、まあ、表面上こう期待こういう感じじゃなかったり、あとこれとか表情っていう、その変な表情じゃなくて、今後こう鏡を見てちょっと朝おはようとか、そういった感じの練習をしていこうと思います。そういう一つ一つの積み重ねがかなりこう必要になってきますからね。で本日は以上です。先ほど店豆買いに行って、それでちょっと思いました。実際いろんな店舗行ったら、やっぱりいろんな店長さんとかいろんな従業員さん、店員さんがいらっしゃいますよね。でそれを見てやっぱりかなり勉強になりますね。喫茶店よりも実際に豆を買いに行くところの方が勉強になってます。まあ、今後もこれを続けていこうと思ってます。まあ、なんとか今年いっぱいはまでにはある程度自分の店を確立させて、で自分のやり方ノウハウっていうのを確立させていきたいと思っています。本日は以上です。いつもご視聴ありがとうございます。無職独身50代、どうでした？失礼します。